ね、長い方にしようかなと思う。きっとお姉ちゃん長い方を作るよ。なんでともすごい駅がねえんだよ。なんでとも池なんだよ。暑いんだけど。はい、晴れてね、大黒町完全解約でした。ありがとうございます。何事もなく返せました。ありがとうございました。これで家賃負担が4万円減ったよ。4万円の家賃負担が減ったよ。電気ガスなんだかんだ足したら、5万円分ぐらいの負担が減ったよ。完全終了ですね。次は何する？次誰巻き込む？もうあの数字持ってるやつ巻き込もう。数字持ってるやつ、数字持ってるやつで気違いじゃなくて、できれば金持ってる可愛いお姉ちゃん、お金を大量に持ってる20代前半までのお姉ちゃんで、エツラ持ってるやつ誰かいない？誰かいない？ゆいちゃんみたいなおれへん？この子ちゃん、女でもないし家族もないし、何も当てはまってない。金はあるかもしれんけど何も当てはまってないじゃねえかよ。めっちゃ睨まれてる。2番線に住之江公園行きが到着します。危険ですので黄色い電子ブロックの後ろまでお下がりください。家帰って JR します。家帰って競馬します。その前に半蔵のルーターだけ取りに行くわ。半蔵のルーターだけ取りに行くわ。よいしょ。
懐かしいな。ここいつもレクサスで来てたのにね。なんで今電車で来てるんだろうね。わかんないんだけど。今レクサスで来た。風俗時はモテで行ったのかな。28日だけど。店の寮にしてました。風俗嬢が住み着いてました。あの解約したんだけど、パソコンのルーターだけちょっと送りたいから、それはこっちに。あと引っ越しの荷物をなんか、もうね、去年の台風での時に、まあ改装しようと思った泉屋があったんですけど、それが泉屋が潰れて ね完全に鉄骨だけの。この電柱が去年の台風で倒れたんですよ。あの花園町です。花園の交差点。いやもうとっくの昔に先月の時点で撤退してるから、ね。でももっと前から撤退してるから、ね。あ、でも完全撤退っても知り合いは風俗店やってるので、仕事をしたい子がおったらそっちで流すだけなんで、今までと何もか何ら変わりはないけど。ただ自分名義のお店がなくなったっていうだけ。まあ、届け状はまだ残ってるけど、電話番号は全部解約してるから、電話番号は全部解約してるからね。あっつ、久しぶりですか。この辺住んでたっていうことはあんまりっていうことですね。はい、ね、治安も悪くて家賃も安くて、ね、とてもいいとこですよ。なのに大阪市ですから。西成区っていう、西成区っていうところさえ覗けばね、いいとこですよ。この P ルーツのね、2階駐車場があるんですけど、ここに、ね、レクサス LS600 で行ったらね、出るときにガリガリって殺したろうと思ったけどね、もう二度と行かない。暑い。ちょっと早く帰って競馬したいんだけど。ルーターと持って帰れる荷物だけは全部持って帰ろうかな。もしかするとまだあの風俗嬢のお姉ちゃん、風俗嬢のお姉ちゃんが寝てるかもよ。ここにライトデスクトップ1台、26日以降荷物まとめて出ていくと言ってたけど、家賃1ミリも払わんかったな、こいつも死ねよマジで。どっちもこいつもゴミクズだもん。どういうことなんだよ。これキャスじゃねえかよ、花火じゃねえじゃねえかよ。
あでもここの鍵がなくなったらめっちゃ鍵落ち着くな。あと家の鍵と事務所の鍵だけになるね。めっちゃええな。車の鍵もなくなって、大黒町の鍵もなくなってね、桜川の鍵もなくなって、ここもバイナンバーなくなったらめっちゃ好きですよな。家と事務所だけになるな。まあ、それで十分だわ。もういらないわ何も。もう金かかって何の生産性もないものはいらないわ。マジで。マジいらねえよ。マジでか、すげえな。あんなもん誰がどう考えたってもうめくれてるやん。運営に決まってるやん。あんな見ろよ。運営が投げなかったら誰一人として配信者も集まらないし、花火も飛ばねえだろうがよ。まだちょろちょろちょろ投げてるのはね、アホが投げてるだけですよ。アホが。アホが古事記の未来を出してあげてるだけの、そんな配信見て楽しいんですか。何の内容もないのに楽しいんですかそれ。よいしょよいしょよいしょ。閉めと俺もう回っちゃうか。Right there.